ニの子一匹盗まれた。追いかけてバクタロ連れてった。あいつの目的はさっぱりわかんねえけど、この心始まった時嫌でもつけられてた仮面、逃げ去る時に流し捨ててきた。この手が汚れゆとも復讐遂げれるなら記憶を清算できる。だから俺は今日も飛ぶ。必ずロケット弾を倒す。同じ倒すべき敵を目の前にして、背負うんじゃねえ何もかも一人で。シルバーの目的が垣間見える時、一つの決意をする。存在が続く限り嫌でも俺は思い出す。人並みの日だまりが俺にはちょっと遠くて、氷玉たくさん落ちてきた。シルバーが水に消えてく。毎日が昇って上に気づけない。この旅の足跡は気づけば巻き込まれてばかり。でも後悔はないぜ、俺はお前を手伝おう。初めは敵でしかなかった。違う目的はいつしか一つに。忘れないさ、あいつの悪行重なった絵夢が二人にあるから、俺たちはまた出会う仲間なんだ。俺ら互いにそれぞれのエイムを果たすための、汚れた手も許して共にあいつを倒す。ここにいるよ、確かに俺だよ。今度は俺が姉さんを守る。忘れないさ、あいつの悪行を。同じ目的をこの胸に秘めて、そうさ必ず仮面の男をくじく。軸の果てて二枚の羽を散らすとき、目標は果たせれる。俺らは仲間になる。
かしくても彼女に会うだけで楽しかった。徹夜で車でも泣くとかして海に見たりしたのに。結婚直後初めて部下を持ち、仕事がとても楽しくなった。家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしてるのは、あの頃の二人に戻りたいからか。僕には